1>, 1日で100人は無理だろバズんなきゃみたいな俺の一番好きなプレイって言ってレブロンの動画をポッと上げたら600万ぐらい再生されてマジでもええー、ってさ、うん、こんなもんかって感じしないバスケ部のエースめちゃめちゃモテるわけよ可愛い,い先輩と写真撮ってるよちょっと待ってくれよみたいな次の日の朝にはバスケ部入りますって言った俺はね坊主行ったからんなら大学生までかな70点理論ってのが俺の中で70点理論そう何それマジでこれ芸能人とかめっちゃそうだなと思って はいということで今回のゴールデン・ラッシュパーキャストのゲストはクリスですお願いしますクリスはクリスのバスケ日記っていうね TikTok これ結構やってると思うんですけど俺最初なんか最初だったらでもコースとコースとコースとかいや俺その前に多分ね DM してるよあっそっかそうそうだめっちゃいいって言ってそうだ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 覚えてる覚えてる ななんだっけな何の要件で DM したんだっけな,なんかこれめっちゃいいから、はい、いろんな人に紹介してたのよあマジでそうありがたいそれこそ、うん、ナイキスニーカーズの人とか、はい、コンテンツどういうのを作りたいとか,そうなんか相談を受けた時にはい、はい、このコンテンツは見た方がいいって、えー、マジでこの形めっちゃかっこいい全てがすごいみたいな。 短くしたたやつを見たんだよねはいはいはい正直けねうわこれはすごいぞと思って <laughs> 面白いなと思って <laughs> ありがたそれでそう俺から多分一回連絡を取ったことそうだ。そうだそうだわだからそうだ俺クリスに会いたいなと思って多分何かのタイミングでそうコースコースとなったのかなの、ね、東京来るってタイミングじゃなかったのかそうだと思うなんか撮影ね俺最初の頃札幌にいたから、うん、で多分東京に撮影に来てたタイミングでなんか行こうと思ってたみたいな感じで、うん その DM けるときも TikTok 見たし、ああみたいな、バスケを俺、むちゃくちゃ NBA とかフォローしてるわけじゃなかったけど、でもこういうのもあるんだと思って、しかもやっぱミックスだからさ、勝手にさ、なんか、新規感がやる。そうだよね。え、TikTok をさ、でもさ、やろうと思ったきっかけみたいなのあったりすのやろうと思ったきっかけは、ムカついたからっていう、大人にムカついた大学生みたいな動機で始めたんだけど、なんか。 大学4年生の時かな、俺が今から4年ぐらい前に、2020年か、コロナ来て、はい、俺、内定を取り消しされちゃったのよ。えマジでそう、まあその世代、もうその世代だったからか、大学4年生の時にコロナ来ましたみたいな。やばこそれはもう3年生の時にある程度内定をもらってて、はいはい、なんかバスケのチームの候補みたいな、<ー>そういうことをしたかったから、えっと。 働こうと思ったんだけど、うん、働けなくなっちゃって、はい、でもバスケの広報とか、うん、バスケの TikTok とかまだバスケチームが、はい、プロバスケチーム日本でどこも始めてなくてうなほ、ね、やった方がいいよと思ってはいはい、はい、確か,に確かにであのいろんなチームにね大学生の時にプレゼン行ったの。 資料作って TikTok と相性がいいとかインスタだったらこういうような運用をした方がいいとか<ー>プレゼン資料40枚くらい作ってすげえなもうちあちこちにあ,あの <laughs> 挨拶しに行ってあのプレゼンしたんだけど、はいまあ、コロナの時期だからさチケットの収入がないわけよねだからお金ないからあの社員を雇えないっていうのでめっちゃ断られてそうなんだムカつくから俺自分でじゃフォロワーいれば。 なんか別の角度から働けたりするかなと思って、そうそうそう、もう自分でじゃあやってやるよっていう怒りからそうスタートした、<laughs> あそこなんだ、そうそうそう,そうええー、やばでもすごいね、そんな資料を作って持っていくって、そう,そうそう、その時はね、すげな,なんか意識高い大学生みたいな感じだったのよ。<laughs> そそ <laughs> そういううういことよねすげえな、ちゃんと動いてるしね。そ,うその時はねで、最初もじゃあもういいや、自分でやってやるよっつって、うん、もう自分で投稿し始めてたって感じだ。そういろんなことを調べて、どういうようなコンテンツがいいかなとか、海外バズりしてもしょうがないなみたいな。うん、一瞬、海外バズりしてすぐ1万人とか行ったんだけど、はいはい、あ、そうなんだ。そうでも、まあ 日本のマーケットだからバスケー、まあ、B リーグってのはね、俺はそれをしたいことだったから、かね、あ、B リーグの方がやりた,かた,やりたいから、はい、海外のフォロワーいても意味ないよなと思って、まあ、じゃあそういうのはやめなきゃなとか思って、日本語にじゃあしよう、じゃあどうやってバスケを伝えよう、うしゃべろうみたいな、いろいろ試行錯誤して、1年ぐらいやったらなんかある程度形ができて、えー、そこからまあある程度今の形に近いかな。 なるほどね。えっじゃあ結構1万人とかすぐ行ったんだ。1万人ね、1か月ぐらいで行ったかな。すげえな。早いね。えっとね、最初の1か月の目標が1000人だったの。はいはい、初めてね。うん、で、それまではあのティックト、あ、インスタのさ、エフェクトでさ、バスケの顔になるさ、<laughs> あ,あったね、なんかそういう。アイコンあるじゃん。はいはいはい。あれで日記を最初つけ,てはつけ始めたの。 だからクリスのバスケ日記なのバスケのクリスが気をつけるっていう企画をしたんだけど伸びないなーとか思っていろんなこういうことをやってたらはい、はい、えっとね29日目で、うん、えと900人だったのはい、はい、アフロアがねあとちょっとだみたいな、えー、あと1日で100人は無理だろバズんなきゃみたいな <laughs> と思って俺の一番好きなプレーって言ってレブロンのすごいパスの動画をポッと上げたら、はい もう600万ぐらい再生されてマ<ジ>もう次の日の朝起きたら1万5000人みたいなうわ行いっちゃったよみたいなすげじゃん感じになってもう目標達成と思ってはい、はい、ただその時はさあのその海外のフォロワーが増えちゃったから意味ないなと思ってそうやってハイライトをペッて上げるだけの動画はもうそこでやめて。そう そ,そこからその日本語のコンテンツをより増やしていって。まあもう1万人ぐらいいるからさ。えー、まあそうだよね。あのー この人が喋ってることはもう1万人のフォロワーがいる人が喋ってるみたいな、はい、ちょっと信頼感があるみたいな感じになってくれてありがたいことに <laughs> もうそこからはある程度どんな動画を出してもなんか1万再生ぐらいは絶対にいくようになってあとはもうちま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 ,ちまずっとやってってんとか20万人ぐらいになったかなそうだよね今23万人ぐらいのかな <laughs> そう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 ,そうだよね、うん、すごいなえいつぐらい始めたの TikTok は 2020年の4月二0、うん、そうかコロナの時だもんねそう204月だ、うん、そっか結構じゃあコツコツずっとやってんだずーっとやってたもほう毎日投稿毎日投稿だね基本的にはでも最近落ち着いて毎日投稿にしたもともと最初の2年は1日3本上げてたマジで最初の2年そうマジやばいよねそれすごいねしかも全部コメント返してたきたコメントマジでだバズったりするとさはい、はい 一個の投稿に150件とか300件とかってくるの。るね、全部返すの。だ三件だ1日1000件とか。 コメントをずっと風呂場で2時間返すみたいなやば、えー、<laughs> 頭いかれてるよ、ね、すごいねう大学生暇だしコロナで外も出れんねんしやることないからずっともうコメント返信してあのファンと仲良くなってそうだよねまたコメントしたいまたコメントしたいって思ってもらいたいなと思ってそういうことを最初の2年間はもうずっとやってたかなすげえなそう それでも,もそうだね今もそうな感じなの今はね投稿によって決めてるこれはまあ何件ぐらいまでは返そう<ー>これはもう全部返そうと週に1二本ぐらいは全部返す動画はあ作ってるかな,なすごいねえー、でもだって TikTok1 本じゃないもんねいろいろやってるもんねまあ YouTube とかもそうだよねやってるけど、ね、YouTube も結構出してんのか これも結構出してるイメージだったけどうんポッドキャストと,はい、はい、とバッシュバスケットボールシューズの解説をちまちまやってるそのバスケットボールシューズのさバッシュのさ解説っていうのはさ TikTok の前にやってその TikTok やってからあバッシュの解説したいなみたいなえっとねもともと大学生の時にバスケットボールショップでバイトしてたから、うん、ああそういうことあのバッシュ詳しくてうんうんうん で、ティックドックをやって、ティックドックの中のコンテンツの一個で、バッシュの解説があったって感じ。ああ、なるほどね。<う>は,いはいはい。でも、ティックドックは当時、収益がないから、その中、ね、でちゃんと収益を作らなきゃなと思って。ユーチューブで、ちょっと長い、バッシュの解説動画みたいなものを作ったみたいな感じかな。ああ、うん。そう,そうそうそう。そういうことなんだ。うん、なるほどね。まあ、でも、結構。 でも、そうか、でも、まず、わしの化、パッション解説あと、ポッドキャストやってるのか、ポストアップ。<う>え、他にもコンテンツやってたっけ 基本的にその普通そんなもんかなうんうんそれぐらいだと思うなるほどねあとちょっとたまにゲームやったりするけどゲームそうゲームっての続けて NBA のゲームをたまにやるかなうんなるほどねえ実際にさ今はさもう結構ある程度そのアカウントとしても大きくなってきてると思うしやっぱバスケのインフルエンサーってまあまあ少ないわけじゃん特に TikTok とかとでなんかその中で結構その頭一つ抜けてる気がするんだけど結構いろんなところとやってるイメージあるんだけどさんか 例えば NBA ジャパンとかかかさな、うん、なんいいろろやってなかってたあそう最近ね高校、ね、2か月ぐらいかなうん、うん、NBA ジャパンと各週2週間に1回動画を1本作りましょうっていう企画をやってて今週の面白いゲームはこれ、うん、これは見逃しちゃいけないよみたいなコンテンツを NBA ジャパンと共同で作らせてもらってるかなあとはちまちま仲いいチームとか B リーグのチームとかとたまにお仕事をしたりとか。はははいはい、はい してるかな,なるほどね、まあ、じゃあ結構 B リーグの NBA だけじゃなくて B リーグも結構がっつりやってるんだやりたいなっていう感じまだまだー、ね、B リーグの人には見つけてもらえてないかなって思ってるからな,なるほどね、うん、B リーグ自体はどうなの俺結構興味あるんだけど国内の B リーグには、うん、でもそのまださ多分メジャーじゃないじゃんそんなにだから俺興味あるんだけどなんか今のその B リーグの状況っていうかどんな感じなのかなみたいなめちゃくちゃ気になってて。 ワールドカップこの前夏にあった、はい、あそうだね、うん、あれで間違いなく勢いはきたなっていう感じがする、まあ、確かにそうだよねチケットがめちゃめちゃ売れるようになったからあそうなんだそ<う> B リーグ自体がってことすういうゃんそうこの前も水曜日に代々木第一であった B リーグの試合を見に行ったんだけど、うん、はい 平日じゃん平日の試合ってなかなか人来ないイメージだったので普段は今まで4,000人ぐらいしか来なかったのがポッと6,800人ぐらい来ててえすごいなすげえめちゃくちゃ盛り上がってんじゃんじゃなるほどねまあでもんかそっかチームもコンテンツとか作ってんのかなある程度うんもう今各チームが TikTok はやっててんかそれぞれでんかコンテンツを作ったりはしてるなっていうような印象だえ自分が応援してるチームとかあるの 俺はねチームを応援してるというよりは、うん、選手個人で好きな選手がいくつかいてそれが圧倒的に多いのがアルバルク東京っていう東京拠点にしたチームここ、はいうん、の同級生がいるいだよあマジでそう強っそれでしかも全然俺らここ全然強くなかったのに、うん、そいつだけなんかプロになっちゃって、うん、<laughs> ええー、みたいなすごくないお前みたいな感じでそ,うそいつにいつもチケットを。 あの用意してくれるから。いや、ばあ、まあ、きつい、暑いじゃん。はい、はい、はい。感じで、もうよく試合は見に行くかな。なるほどね。え、いつからバスケっていうの、自分自身は。俺ね、遅いのよ。高二の秋ぐらい。高二の秋なんだ。そう。あ、確かに遅めやね。へえ、そこまで剣道してた。剣道、そう。そんなもっ剣道やってたんだ。そう。この見た目でね。それいいね。そう。マジで。そう。え、ずっと。いつから。もう小四ぐらいから、ずっと剣道はしてた。強そうやな。 いやでもそうでもないよ。あそうなのうん。でも手とかんなも長いし背高いからさ。そう。面は強いんだけどその分コテが弱いのよ。ああ。プラマイで言うとゼロかちょいマイナスぐらいになっちゃうから。あんまだよなと思って。よくできたスポーツだと思って。そっか確かにね。そうなんだね。ええ剣道を始めたきっかけとかなんだったのお父さんが結構ね、武道をしなさいみたいな。そっち系だ。お父さんどこの人 アフリカのコンゴってそう民主共和国って真ん中のところの人なんだけど日本北の人は空手をしててへだったからまああなたたち子供たちも何か武道しなさいっていうのでちっちゃい頃は最初柔道をしてたんだけど柔道あんま好きじゃなくてやめるってなったらそこ剣道を始めさせられて出たよと思ってやだよみたいな感じだったんだけどそううちはもう4人兄弟いるんだけど4人兄弟いるんだそう4人全員が剣道を ある程度はしてたかなえー、すげえ,なえ、その剣道はさその公認ぐらいやめるって決心したわけじゃん、うん、その理由とかあんのいやもともと全然好きじゃなくてあ剣道自体が、うん、あそもう楽しくないなっていう <laughs> まあ楽しいんだよ剣道楽しいやってて楽しいんだけど、えー、まああんま馴染めなかったというかおお<ー>。雰囲気にあとから、はい、小4でも結構後から入ってる。 キャラクターだったのよ見た目もこれだしあんま馴染めた感じがしなくてだん。だから、まあ、もうやめよっかなみたいなずっとやめたいって言ってて中学生とか全部ほぼ、うん、練習週1ぐらいしか行かずみたいな感じでやめたいやめたいって言っててで3段取ったらいいよっていう感じだもが先生3段からある程度先生 こうううしてていいいっていうよなうな空気なんだけどその1個手前だからまあある程度やったよね、はい、個人としてはみたいな感じながら、まあ、3段取ったらいいよっていうところになっててっ、うんうん、3段の試験が最年,あのな年齢制限が年齢制限というかかんよ剣道ってあ、えー、受けられる。初段は何歳 ま何歳からか。そう、何歳から。<ー>で、2段は、えっと、初段を取って何1年開けなきゃいけない。3段を受けるときは2段取ってから2年開けなきゃいけないみたいな。<ー>っていうルールがあるから、3段取るときは、早くて、えっと、高2の夏の試験なの。あ、そうなんだ。だからもうそこをパスしようと思って、<laughs> 速攻パスして、<laughs> よし、やめる。 でもその瞬間からねしないは握ってない。そうなんだ。まあでも結構そうだよね。まあその。見た目もあるじゃん。絶対しかもむちゃくちゃ日本のスポーツっていうかさ。なんかそういうのに馴染みづらいみたいなのは、なんかリアルあんのかなっていうのは思うんだけど。地元はさ、この辺なの。地元はね、神奈川。神奈川なんだ。はい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 。神奈川県。神奈川県、の小田原の方かな。小田原の方。結構周りは多かった。その。 ミックスとかいや全くいなかったよ。マジなかったうん、全くいなかったね。あいなかったね。マジでうん、中学生、なんか<あ>フィリピンと日本のハーフの子とかは、ちら、一、はい、人、二人ぐらいいたかもしれないけど、はい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 。ないなかったね。あだそれこそブラ,ックブラックのハーミックスの子は、うん、いなかったかな。一人も会ったことなかったかも、逆に。マジでそう中学は中学、高校まで一人も会ったことなかった。すげーな どうだったのその経験というかさめちゃくちゃ気になるとこでるんだけどさどういう感じだったでもね学校とかはめちゃめちゃ平和だった俺あそうなんだすごいまあ小学校とかすごい人数少なくて全校で100人しかいないみたいな結構少ないね確かにだからもういじめなんか一個あったもんならすぐ全部に伝わるからいじめた方がい マイナスルみたい親も全員仲いいしみたいなそんなことできやしないみたいないい空気だったねそういうしかも俺のお父さん 2m10 あって2ー1 0あんのだからもう出てくるやつ俺だしみたいな感じなから絶対に無理なわけよ確かに確かにそうだねそうそうそうで俺もこういうキャラクターだったからあんまりそういうことはなくてうんうん なんか俺自身がなかったから俺の兄弟にもそんなには多分学校関連ではなかったかなとは思う。ん思うけああなるほどね。そうそうそう。そお兄ちゃんあれだしみたいな俺も背高かったしそうだよ、ね、あんまなかったかな。だかあ、唯一あったのは本当に多分剣道がそういう空気だったなっていうところであの先生たちとかすごいいい人だったんだけど同世代の子たちがあんまりうーんだったなと思って。まあ、そのなんか 邪気にされてた理由が、うん、ミックスなだからなのか後から入ったやつなのか当時は分かんなかったんだよねどっちか、まあ未だにその答えはもうそいつらと話すことはないし分かんないけどそ,うそこぐらいかな嫌な場所がそこだけだったからうそうだったんだ他の普段の生活はむしろ全然何もなくうそう嫌な経験とかはねちょっとまあ なんか知らないおばさんに泥棒扱いされたことぐらい小い頃で,で,で中学生とかでチャリで帰ってて「てんだよ <laughs> 泥棒」って言われて「えみたいな「俺中学生だよ」みたいな「泥棒」<laughs> 急だね「か <laughs> 取らないで」みたいな感じのことをされたことはあったけどそれやばいな、うん、それぐらいかなあんまなんか分かりやすいすごい強い強烈なやつは。 これはそそそんななに通っててっててきいああよかかかあたねえ剣道はなんでそういう感じなのやっぱりもうに仲間ができててあんま仲間入れてもらえないみたいなそう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 あ<ー>それもあったかな、うん、でもまあ結局中学生終わりぐらいになってくると実力がだんだん伴ってくるから、うん、そうなったら大丈夫かなっていう、うん、もうだって勝っちゃうしあ,あそっかそ剣を交えて勝っちゃうからもうや <laughs> 結局 それでボコボコにできない対だからその空間に入っちゃえば確かに勝ってしまえばもういじめてたやつを倒して始めた <laughs> その先生たちはフラットだからそうだよ、ね、例えばチーム戦を組むときに俺が入ってくるとかいつまでも仲間外れにして俺がわざと負けたもんだったらたチーム全体で負けちゃう,からう、ね、みたいなこともあって終盤はだん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 仲悪かったやつも仲良くなってきたかなぐらいな感じででも、ね、やっぱあんまよくはないなと思って。そっか まあしかもあれだもんねしかも剣道のチームみたいな感じでしょ多分えっとね個人戦と団体戦があるのよ同じ道場でそうか道場ね、うんうんうん、道場として団体戦を出ることもあれば個人戦で行くこともあって,って、うん、なるほどね、うん、そういうことか、まあ、確かにな、まあ、道場の中でまあでも結構強かったやっぱ剣道まあまあぐらいだ道場の中だと別にうん3番手ぐらいだったかな結局お<ー>うん そうそうそう全体でね最終的には3番手ぐらいまでは行けたから2番手3番手ぐらいだった一番強いやつには勝てなかったの最後まであそうなんだ、うん、えー、でもじゃあそのバスケースやる前までは剣道しか行ってなかったのそういう体動かすようなもんとかあえっとね中学で、えっと、緩い部活でテニスに入った剣道は道場だからさ部活じゃない、まあ、部活じゃないもんね確かに,確かにそうだから、はい、部活の時間暇だったから その時はテニスをやっっってたからめっちゃ緩かったかかかららめちゃもうほぼ遊んでただけなんだけどね <laughs>、うん、そうなんだ、うん、じゃあもうほにまあほぼボール系は、まあ、球技はまあテニスちょっとやって、うん、で、まあ、バスケがっつり入ってみたいなそうそうそのバスケをやるっていうの経緯というかさ女だったのもともとすげえバスケ興味あったのよ、うん、あそうなんだもうずっとやりたかった父親からもやりたいって言ったことはあったのあったんだそうでもその時はまあできなくてうん、うん、で もう剣道もないし、マックでバイトしてるだけで暇だし、うーんと思って、球技大会があったのよ、学校ああ、ここね、あるね。まあ、ちょっとはやってたから、友達と公園でぐらいは。身長も高いし、それなりに活躍はするわけよ。それなりに勝ち上がっていくわけよ。ただ、やっぱバスケ部には勝てないし、バスケ部のエースにはもうボコボコにされるわけよ。バスケ部のエース、めちゃめちゃモテるわけよ。 ちょっと待ってと思ってこんなにモテるみたいな <laughs> もう先輩たちからチアホヤされちゃってさえあのダンス部のあの可愛い先輩と写真撮ってるよちょっと待ってくれよみたいな <laughs> えー、俺もハーレロと思ってそ <laughs> のその次の日の朝にはコモンにバスケ参りますって言った <laughs> <laughs> シンプルだったシンプルだったねモテたいモテたい <laughs> そうまあまあスポーツのややる時はねそん<う>なそんなもんか大事だ大,大事だよねそういう<事>そういう <laughs> <laughs> 実際どうだったバスケ部入ったんた、はい、いやこれがね、はい、球技大会からバスケがなくなったのよあ何してんの <laughs> <laughs> 入った瞬間に入った瞬間にしいマジかよと思って、あのー、もうドッジボールに変わって「ドッジボールってなんだよ」みたいな <laughs> えふざけんなやと思ってドッ <laughs> ちボールは超ランダムだね強いとかもクソもねえじゃねえかよみたいな全然ね結局そうモテる瞬間はなかったかなそ,かそう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  <laughs> えどうやったらでも実際さモてバスケ部じゃなくてもさやっぱ目立つわけじゃん、うん、モテるみたいなのはんなったいや全然あっなんなかったかあマジで、うん、なんかねそこも、まあ、田,舎だ田舎の高校だったからか まずブラックのミックスは1人もいなかったかもああそういなかったかもいなかったいない全体で全体で1人だ多分1人1人だ今気づいたそう1人だからなんかねなんかうんちょっと異質な存在というか別に全然友達も全然いるしあんまりね恋愛みたいな感じのうん キャラクターとして見られてやることはなかったかな。都内の高校だったら高校の時からちょっとかっこいいみたいなキャラクターなったりするイメージはなかったけど、東京のブラックめっちゃモテモテみたいな。俺は当時はそうじゃなかったな俺も全然そういう感じじゃなかったから。本当に。高校とかそんななんか東京の なんかねキラキラしてる感じじゃないからどうなのかなみたいなでも花があんまりそういう感じなんだね意外だねえでもさ髪型とかさ今さアフロまあでもまあちょっとあれだねなんていうんだっけカールめちゃくちゃカールしてるけどフィンが出てるこれいやただワックスつけたあマジだっけ水つけてワックスつけためちゃくちゃシンプルやんそうましい俺そんなんないんだよねあ本当にうんんかもう結構人によるよねこれすごいんかあるよねああるる 俺は割とストレート目な方だと思ってるんでああ、なるほど。いや、そうだよね。俺、全然さ、めちゃくちゃさ、アフリになっちゃって、結構こう、カール、ディファインできないもよね。いや、俺はね、あの、坊主一択。一緒。そう。やったしそう。もう坊主一択。ずっとなんなら高校大学生までかな。ほぼ、そうとんだ。坊主。ケイやったらしそう。もう坊主一択。ずっとなんなら高校大学生までかな。 ほぼずっと坊主ずっと坊主だ,そうだ別に何も思ってなかったうんで似合ってると思ったし別にあまあそうね、うん、確かに確かに全然いいなと思ったから家のバリカンでずっとやってただけで <laughs> 自分でもで,できたしそ,うそれだけだったわ <laughs> そっかそうシンプルにねまあでも大体あるあるよな俺もこの頃からずっとそうずっとやってもらったりとか 高校生ぐらいから俺ちょっと調子乗ってなんかその俺髪切りてみたいなちゃんとバーバー生きてみたいなバーバー生き始めたんだけど早いねいや結構ちょっとシャレボーイシャレボーイシャレてるねえ大学行ってからだったらじゃあそのアフロっていうか髪いや大学もやってない大学もアフロにしたことはほぼないかもずっと坊主多分基本坊主 坊主<ボ>の4年生ぐらいの時に3年かなぐらいに初めて坊主の金髪にしたぐらい、うんうん、おお金髪坊主うんそれぐらいかな、えー、それも自分で染めたし別にはい、はい、あそうなんだああそういうことね坊主、うん、でいいや坊主でいいやみたいなずっとそんな感じはい、はい、今はそういうスタイルにした理由とかいやなんかちょっと伸ばしてみようと思って人生でまあ伸ばす時間もあってもいいだろうと思ってはい、はい <laughs> なんか70点理論ってのが俺の中では<う>何それ何か髪型とかファッションとかなんだけな,、はい、なんかさ俺的にこれが一番かっこいいみたいなあるね形あるじゃん100点い毎日100点でいないっていうこと大事だなと思って <laughs> お<ー>たまに70点を挟むのよとして <laughs> そうすると100点になった時にかっこよくねってなるよ,よりよりね マジでこれ芸能人とかめっちゃそうだなと思ってあの女優さん俳優さんとかめちゃめちゃさ役でいろんな奇抜なキャラクターをやったりとかさ髪型をやったりファッションをやったりとかさいろんなこういうギャップの中でたまに試写会で出てくるめっちゃスラッとした姿めっちゃかっこいいみたいなあ確かにそうそれだわと思って70点理論って呼んでんだけど適度に70点は挟むやったことない髪型をやるとかっていうのを 去年ぐらいで気づいてやってみようと思って、そこから去年ぐらいからな、そう伸ばしてる。伸ばしてるんだ。七十点理論用に。つ次コンロにする予定。ああ、マジでそう。今まであんなことはないのおーついにするかと思って。ええ。そうそうそう。いいね、いいね。七十点理論。七十点理論だから。使っていいよ。使います。70.2論基本的に70.2論で、基本的に70.2論で1 0点出すみたいな。そうそうそう。そう。なるほどね。確かにそっちの方が楽だよな。 楽っていうかもうなんかやっぱギャップでねさらにさ一番決めた時めっちゃ決まってるってことだよねだからやってみようっていうモチベーションになる確かに試してみようでもさ TikTok とかさ YouTube とかさほんといつもの読んでらっしゃるとかしてるとさなかなかさむずくない何がその TikTok とか YouTube やっぱさ気になっちゃうじゃんいや気にしない気にしないそれも含め70点そういうことねファンたちも巻き込んでいく ファンたちを巻き込んで70点以だそう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 ああなるほどねうわクリスさん今かっけえみたいな最近はだから逆に来るようになった試してみてこれがかっこいいって評価されるんだみたいなへえと思ってへえなるほどね意外だわと思ってちょっと長く期間を増やしてる今はいはいはい長めに長めにやってるいいねいいねそういうことが似合ってるよね普通になんかね嬉しい嬉しい なかなかねそのんか綺麗なさむちゃくちゃいい感じのカールのさまず日本人はなんもできないじゃん基本的にでも黒人とかでもさ結構さ少ないっていうかさ結構むちゃくちゃ羨ましいな多分ミックスだからさいい感じのストレートが入ってるからいい感じにカールになるっていうかさそうそうそうましいなって俺も最近気づきましたこれちょうどよくねちょうどいいよねえ俺もその方、あの過密だったら俺そのれだけスタイルやりたいもん普通に。 いやぜひやか俺だってストッパーかけようと思ったよ。<え>どっかで<あ>70点リ挑んで30点ぐらい出してやろうと思って <laughs> なんかちょっと前に NBA 選手でジミー・バトラーっ選手がもうストッパーで来たのよ <laughs> 見た<わ>会見にであれさ選手の素材を写真の素材を撮る日だからメディアで1年中あの写真が出回るの <laughs> NBA では。 やばいよ。だからもうさ、選手のスタメン発表とか、あの髪型で絶対出てくるの。なのに、試合に出てくるのはもうバチバチに決めたバトラーだから、超かっこいいのよ。これ70点以上やられたと思って、これだよと思って。<laughs> そういうことかそ。そのために俺は一旦どっかでストパーかけて、パ <laughs> ッサッっていうのを演出しなきゃいけないなと思ってる。<laughs> マジで俺がやっちゃうから70点以上。<laughs> <laughs> スト,ッパ,ーストッパーやばいなストッパーはやべえな <laughs> <laughs> でも最悪俺ら坊主にしちゃえばどうにかなるまあ確かにね,最,ね最終手段があるからそう確かに,確かにそれはそうかもしれないまあ1巻伸ばせるよね別にね<う>確かに七7 0理論おもろいな <laughs> <laughs> そうかでもまあジミー・バトラーの話で言うと NBA、うん、結構 NBA 回数してるじゃんやっぱ、うん、それはその NBA を好きになったきっかけだったりとかっていうものあったいややっぱり バスケ部に入ってはい、はい、そしたらもうみんな見やっぱそうそう,そ,うそしたらもうみんなに混じって見始めてこれやばいおもろすぎると思ってそこからそうもうずっと見てるから2016年とか5年6年ぐらいから見てるって感じかなおお結構長いねいやでも浅いよ俺は浅いめっちゃ浅いめっちゃ浅いあそうなのそういい日本ででもめっちゃ NBA 見てる人かやっぱいるんだ めっちゃいるめっちゃいる,いるかそうそこジョーダン世代とかいるからさあマ<ー>イケル・ジョーダンに見せられた世代がいるからかリアルのねそう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 いうことか確かに確かに確かにそういう人たちからすると俺はだいぶ浅いかな、うん、あっそういやまあでもまだ若いっていうのもあるんじゃないうん、うん、まあまあまあ,まあ、まあ、別にジョーダン世代は別にだってさうんそんなまあ、子供の子めっちゃくちゃ子供でしょう多分うん1940、ね、代五十代ぐらいの人たちが、ね、あそうだよね もろ冗談世代だから、そうだそうだちからすると、浅いよねっていうふうに、まあ、普通に見られてるかなと。なね、まあ、別にいいんだけどね俺、俺は、うんうん。スポーツの楽しみ方は結構、まあ、自由だからね、そう,そうそう。そっか。え、好きなチームだったりとかっていいの好きなチームみたいなのなくて、うん、まあ、そもそも地元じゃねえし、まあまあ、確かにね。でも俺はレブロンが一番好きな選手だから、基本的にはレブロンのいるチームを応援してるっていう。応援でる。今日負けたんだよ。 マジ今日負けたんだ。そうやってらんねえ。マジで。そうやってらんねえやつ。発展差ぐらいで負けてやんの。うわ。四連敗で四連敗。四連敗しかも。マジやってらんない。頼むぜ。本当によ。リアルだ。結構ずっと追ってるもんね。そう。前試合追ってる。そう毎試合見てるから。うん。そうと思って。えルイ八ブラもいんの今。そう今いる。やばいよね。やばいよ本当に。 めちゃくちゃ暑いよね、普通に。普通にびっくりした、来たとき、去年かな。ねえ。うん、去年二2月ぐらいだったわ。2>, 2月ぐらいか。いやー、すげえな。ーなかなか、なんか俺も、俺、エレンにいたからさ、うん、レイカーズとして1回だけのっあるんだよ。うん、コートサイドで。うお、ん、や、うん、ばかった。うん、めちゃくちゃかっこよかったけど、なんなんていうのオフシーズンみたいえな、プレイオフなんかプレイオフで決勝トーナメントよ結構いいやつ。じゃあ、ケじゃないわ、じゃあ。じゃあ 前プレーシーズンあプレーシーズンプレーシーズンだったうん調整の試合ねプレーシー試合みたいなプレーシー試合的なやつだからちゃんとしたやつじゃなかったんだけど、うん、でも普通にそれでもめちゃくちゃやばかったから、うん、やべえみたいなえそれはどれぐらい見たの、うん、どれぐらいいっていうの何年前とか えっと2017年かな ?18 年かなああ、じゃあ一番終わってる時だ。多分一番終わってる時だと思う。一番どん底誰もいないみたいな。誰もいない、誰もいなかスターがいないみたいな時期だね。その時期はね、ちょっとまあ、ベストな時期じゃなかったよね、見るにはね。レイカーズ見たら今だよね。今は面白いね。面白いよね。今は面白い。正直俺全然 LBS 終えてないんだけど、やっぱ強いの、レイカーズは。今ね。 まあ、優勝候補の1個下ぐらいかなちょっとはまってないって感じうあとちょっとなんかギアがとガチャッとはまれば一気に強くなるのにそれにはまってないな今っていうちょっと苦しんでる<ー>苦しんでる状態<う>4連敗して4連敗してマジでやってらん、ね、ないウケるんだえ八8分やるいてか結構好きなの 八村塁はね俺別にそんなめっちゃ好きな選手っていう感じではないか。あ違うんだ。そういやうめえとは思うけどもちろんね。はいはい、ですげえとも思うけどでダンクもかっこいいし、うん、そういう意味ではまあうんすげえとは思うけどやっぱ。 好きな選手はね、ちょっとそことは違うタイプ。インスタの使い方とか見て、どういうポストするかで好きかどうか決まったりする結構、そこなのよ。え、どういうこと、詳しく聞きたい、それ。例えば、レブロンだったら、めっちゃインスタポストするの、とりあえず。そうなんだ。めっちゃ毎日のように、すごい投稿するのよ。で、家族の話とか、いろんなことを教えてくれるから、レブロンがどういう人間性か分かったりするその。人間性がすごいかれば 好きになるなっていうところがあって、それ以外だと、ゲイリー・トレント・ジュニアっていうラプターズにいる選手が好きなんだけど、その選手とかも2020年に決勝トーナメント、プレーオフで、レイカーズとぶつかったの、優勝したレイカーズと。その時にレブロンとマッチアップしてたの、一瞬ね。でも、体格も全然差があるし、ボコボコにされたんだけど、その時のマッチアップしてた写真をインスタにポストしてて。 もともとレブロンが NBA 入った初期の頃にやったクリニックに中学生の彼が参加してるみたいなもともと中学生の時にクリニック参加してマッチアップしたことがある選手と NBA の舞台で戦いましたみたいなわやっと負けたけど俺もこれからも頑張っていくよみたいなポストしてて好きと思って、ね、そこで <laughs> そういうところで俺は結構好きするなるほどねはいはいはい、はい よくも悪くもプロフェッショナルみたいな感じだからあんまり多くのことを語らないしインスタとかもあんまり投稿して意味ないしあんまりもうクールにクールにみたいな確かにタイプだからもうオフシーズンなんてほぼ何の情報も出さず実はめっちゃ練習してたとかそういうタイプだから教えてよみたいな感じなんだけどその教えてよがないから俺は別にそんなにめっちゃ好きっていうタイプの選手ではないかな。なるるほどねそそここでで決めてるんだ 決まっちゃうかない周りはそういううい感じど,うどうなの NBA 選手とかのさ、うん、選手決めるまあもちろんそのいろんな一人一人違うとは思うんだけど、うん、やっぱあの SNS とかちゃ使ってる人の方がやっぱ人気があるのかな人気はあるだろうね,まねでもあとプレーが派手かどうかだと、ね、ま,まあ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 ねエンタメだもんな、うん、大事な場面に決められるやつとかそういうところが何より大事だからそっか確かにそう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  ああそういうところね。ねなるほどね。まあ確かにな。ええ、まあでもね、そういう意味では結構、なんか B リーグとかもあれなのかな、やっぱ結構、t ッ k t o k やっててたけどさ、うん、選手とかも結構 SNS とか投稿してるから。いや、B リーグはね、マジで厳しすぎて、多分、ね、多分厳しいんだよ。あのリーグが、これ言っちゃいけないとか、すごい結構厳しくて、はいはい、例えば、試合終わった後に、審判への文句を SNS 投稿しちゃいけないとか、うん投稿した瞬間、はい、あのー、 停止処分がくらだっのちゃ厳しい,の厳しいてまあ日本文化としてもだけど、はい、厳しすぎて選手が何ポストにしていいか分かんないからみたいな感じになっちゃって<ー>全然選手の,その人間性の部分に触れる部分がないの<ー>それがすごいね日本の B リーグのある意味課題だなと思ってうん確かに選手それぞれのファンが全然でき,できないとい言い方が悪いけどなんか。 作りづらい、ね。作りづらいよね。絶対そうだよね。そうレブロンのインスタン見てみみたいな。どんだけこいつ何割 <laughs> 俺だって、大学生の時調べたもん、レブロンが何割の。 8割バスケ、2割家族みたいな、その比率でずっとポストしてるの、10年も、十何年ぐらい。そういうような、なんか人間性にやっぱ触れたいじゃん、どういう思いでこの試合をした、誰とマッチアップしたのが楽しかった、実はこいつとはこういうつながりがあって、大学時代のライバルでやってるから、この試合はモチベーションが高いとか、実はこのチーム、敵なんだけど、オフシーズンは結構一緒に練習したりとか、ご飯行ったりしてるとか、そういうような。 部分が見れて初めてさ、確かに確かに、うわって、でなんかなんかなんていうのかな、エモーショナルになるというか、うね、心が動かされるというか、確かに確かに確かにね。そういう部分が B.D. が全然ないから、はい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 。みんななんか良くも悪くもなんか。 八村塁の形がすごい多いかも。全然ポストしないとか、ク、はい、ールに決めるみたいな。いや、全然そのフェーズじゃないし、そもそも一番上のレブロンはそれやってんだから、<laughs> まあ確かに、ね、みんなやりなよって。<laughs> 確かに確かに。そりゃそうだよね。やっぱりそういうタイプの人が少なくて、うん、部活動のメンタルがやっぱ強いから、はあ、そういういことか部活 SNS 禁止だったりするじゃん。まあそうだね確かにそういうところもあって、あんまり、そうだな、俺的にはすごい、そういう。 部分で好きになる選手は全然少なないかるほどね。わ確かになすげえもったいない気がするよでもねスポーツ選手全体的にでもさ B リールだけじゃないもんね多分ね。日本のプロフェッショナルってあんまり SNS とか使うイメージないよね使わないねもったいない気がするんだよなもったいない河村ゆきくんとかめちゃめちゃそろそろ人気なんだけどはいはいはいそうだよね。彼の例えばインスタポッと見て多分ポスト6個ぐらいしかないのすげえ少ないみたいな。 そもそも彼のインスタなんて開いたら、彼が高校どこでプレーして、大学どこでプレーして、その後プロでどこのチームを経由して、今にいるのか、いたのかをプロフィールのように出しておいてほしいと、俺は思ってたら、あ、こいつここにいたんだ、あ、こいつともつながってんだ、こいつとマッチアップしただけワクワクしてるんだって、こう、インスタのこうフィードを見ててばさ、確かにね、この人っていう人間が分かってるし、全く分かんないから、そこがね、そうだよねすごいもったいねえなあっていうカムに、河君が一番もったいないなと思って。でもまあ そうそう,そうそういう部分では、うん、そういう、なんか、なんかね、アクティブな選手はいないよね、先生。選手選手ねいないよね、なかなか,なかなかね。うん、でもから、河村勇輝選手はむちゃくちゃ人気なんでしょでも、めっちゃ人気。っていうの聞いたんだよね。やばい。あの人が試合のし、<laughs> なんか地方の試合行くだけで、そこ、完売になる。<laughs> 全部完売。川村勇輝の試合は全部完売。<laughs> やばもう、買えない。<laughs> 買えない。 えこの間の,のワールドカップで活躍したのそう。あの人は。そ<う>初めてももう。いや、もう高校生の時からスーパースター。あスーパースターなんだ。ずっとスーパースター。ええー。やばい。高校生の時もすんごい人だかりの中でサイン書いてとかしてて。えー、なすごいね、彼は。すごいね。もともとなんか、福岡第一で高校行った時も、はい、あ,あの、彼じゃない選手を欲しくて、監督がオファーをして、うん、彼も、 別のチーム彼はメインじゃなかったはずなの、はい、確かに当初。でもめっちゃハードに練習してでどんどん上手くなってもう2年生の時にはエース級になって活躍し始めて<ジ>で連覇したのかなウィンターカップを冬の全国の連覇確かして<ば>でもスーパースターだよねでそのままえっ、ー、と B リーグ一瞬入って、はい、で大学バスケもやってあで今横浜にいるんだけど。 もうすごいずーっとスターカイド、えー、すごいねすごいでも身長があんま高くないんでしょ170ちょっとぐらいちょっとぐらい二<う>とかう、うん、ど,うどう思うそのなんかさこれ多分クイズも自分のさあの YouTube かティックトックかなって、うん、言ってたと思うんだけどさ日本人が結構 NBA を挑戦今、うん、できるかみたいなさ、うん、感じその河村勇輝の話もしてたと思うんだけど、うん、なんかどう日本人のさ NBA の挑戦とかそういうことについてはなんとなくどう思う,どう,思う いいと思うどんどんしてほしいなと。あそこが最高峰だから。そうだよね、バスケはね。そう、バスケはもうワールドカップでもなければ、オリンピックでもなければ、NBA だから。そうだね、絶対そうだね。確かに確かに。最高峰に挑戦してほしいなとは思うし、今もう現役で2人もいる。まあそうだよね、すごいよね。でもねえから、確かに確かに。ね自分もいけるみたいな人がいるんだったら、ぜひ挑戦してほしいなと思うよね。実際に、まあちょっとその めっちゃ個人的な意見でいいと思うんだけど、うん、NBA に入るにおいてやっぱ日本人が足りてない部分というか、まあ、ここがちょっと弱いかもなみたいな NBA を見てるで B リーグ見てるクリスの個人的な意見としてはどこかなって思ううーんシャイかなシャイ、うん、おというのはさっきも言ったけど、うん、自分を出さない いろんな面において SNS だけじゃなくてそこ以外の部分でも俺はこう思うをあんまり言う人がいないかなとか思ったりはするかな俺はこう思う俺はこうするとかそういう強い信念みたいなものを持ってる選手が言ってくれれば行く可能性があるんじゃないかなっやっぱでも言ってる人はそういう人だからまあそうだよねそそそう,うそっかそっかそういうなんか「俺!」っていう感じ。はいはい エゴみたいなちょっとしたねそういうことだよねはい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 やっぱり確かによくも悪くもチームバスケはめちゃめちゃしちゃうからそうだよねだからまあエゴの部分をもっと、はい、でも逆に川村ゆき君が今回ワールドカップで活躍したのもエゴを出せって言われてあそうエゴを出したらとんでもなかったね えー、最後エゴ出したら彼のおかげで勝ったみたいな,感じなすげえな街やっぱはい、はい、みたいな世界で認められ始めて <laughs> そうだよね普通 NP 挑戦した方がいいんじゃないみたいな、はい、空気になったのよ世界がそうなんだそうマジですげえなだからそういうエゴの部分みたいなものをちゃんと持っとくはい、はい、チームバスケをすぐなんわけじゃなくて <laughs> そうだよねその中でちゃんと自分のエゴも持っとくっていう部分をちゃんと 確立できればもうちょっと挑戦する人増えるんじゃないかなとか受けちゃうやつが出てきちゃうんじゃないかなとは思うんでけど確かに,確かにいやそうだよね絶対そうだよな、うん、まあ良くも悪くも、まあ、エンタメだからさ、うん、やっぱ楽しいめ楽しませるっていうのもスポーツの多分一、うん、でかいとこだからさやっぱそういう自分の得意な部分をガンガン参り出すようなプレーだったりとかさ、うん、自分のやっぱこうというかさパーソナリティが出るようなプレーとかをしてたらやっぱ。 そそれはそれはでやっぱエンタメとしておもろいしね普通にねそうだよね、うん、しかもやっぱ多分自分の得意なプレイした方が、うん、結構あるあるじゃね俺なんかそのなんかその出る杭や打たれるみたいなさ、うん、その日本のさ、うん、なんとなくさこの文化があるわけじゃん何、うん、かその個性があんまくないみたいなさ、うん、でなんかその結構さ俺の高校の先生はなんかすごい俺恵まれたなって思った理由として、うん、なんかその 苦手分野を直すんじゃなくて得意分野を伸ばせって言われ、うん、結構もう得意分野だけやってればいいよみたいな感じの先生だった<ー>なかなかそういう人っていないじゃん今はめっちゃそれに感謝してるんだけど、うん、当時とか数学マジで,できなくて数学とか物理とか全然できなくてもう終わったみたいな、うん、でやろうかなみたいな感じだったけどその英語とか国語がめっちゃ得意だったよ、うん、で先生がいやお,お前はもうそれだけやってけみたいな、うん、で、まあ、社会もちょっとやってけみたいな、うん、平均ができるんだったらちゃんとやってけみたいな 感じで今あるからすごいねそうそうそうめちゃくちゃいい先生だったのいい、ね、そうでも日本でそういう教育あんまり受けないというかんか全部平均的にする動きみたいなのあるよねあるあるもったいないなもったいないよねれ TikTok とか平均的な動きじゃ絶対できないから<笑><笑>確かにそういや絶対そうだよね、はい、え実際どうなの今別にだって会社員とかしてるわけじゃないじゃんいや会社員してるよ俺あ会社員してんの そうなんだだから俺は会社員をしながら会社員をしながらやってんのかなるほどねじゃあ TikTokYouTube と会社員も全部やってるんだそうすげえな結構スケジュールよくないうんでも割とね高卒コースは割と調整をしてくれてるから俺のファンが増えればそれが高卒コースに来てくれるお客さんにもなってくれるからっいうことで結構協力的だから普通のんか時間がちゃんと決まってて これだけ主権しなさいみたいなことをガチガチに決められてるってわけではなく結構要素なんで調整をしてくれるからそういう意味では全然ね大変ではないかはいはいはいそっかそっかでもコースコースめっちゃいいよねあそ何回か言ってるけどいいよねいい雰囲気だよねそこねゆったりしようゆったりしてるそうなんだよいいよねあれ雰囲気あれねすごいねすごいわもう11年あんだよあそこ11年あのあれそうすごいよねあの場所でだよ すごいね。いや、むちゃくちゃプライムでしょ。むちゃくちゃいいとこでしょ。すごいよ。確かにね。11年前、だってほぼ全部違うもん。あ、そっか。そう。あんとこで生き残り、10年生き残ってるのって、シャネルディオールぐらいだと思う。マジぐらい、本当に全部入れ替わっちゃってるから。俺が入っての3年ぐらいでももう結構。だって C2C の前、スタバったんだよ。あ、そうなのあ、あの、こっち側ってこと今ねが あるじゃん。はい。そうだね。あ,あそこ元々スタバだったんだよ。スタバだったんだ。スタバもそうスタバ消えたんだよ。スタバ消えたんだよ。<laughs> だよ <laughs> 確かに。<laughs> <の>すげえな。あ結構すごいことだなと思う,うそそ本当に。ね<え>、うん、なかなかないもんね。ああいうなんか NBA テーマのお店というかさ。日本、うん、はないね。日本はそう日本ないよね。 今、ちょこちょこバスケバーみたいなの増えてきたけど、あ、そうなんだ。十年前なんで、そもそもバスケ流行ってないから、そっか。もう B リーグもないし。あ、そっか。B リーグってめっちゃ最近なんだじゃん。B リーグ言って5、6年ぐらい、もうちょっとだったかな、年ぐらいか、それぐらい。そうそうそう。そっか。すげえな、魅力。NBA もまだ日本で全然見づらいというか、わうわうぐらい、BS ぐらいでしか見れない。ああ、それぐらいの時代だ。そう。 それでいお店やったのすごいなそうだからオーナーたちすごいよ確かに確かにすげえななんかライブビューイングとかもしてるよねあそこそう結構してるそうだよねレイカーズの試合とかもそれとも普通に関係なみたいなレイカーズのていうか普通にプレーオフ決勝トーナメントとか決勝トーナメントとかそうやってたりとかシーズンの中でちょっと面白そうな試合はあのビックしてこれをやるよみたいな感じで朝ちょっと早く開けたりとかはしそれは結構やっぱ人結構そう俺インスタ見てても思うけどめっちゃ人集まるよねうん めちゃくちゃパンパンになってない？すごいよ。ういうめっちゃ楽しいよ。朝10時ぐらいからみんなビールでペロペロになってさ、ビールがために試合見バスケの試合見て、ね、やっぱりでしょ。終わる仕事行きますみたいな人とか。マジ、えー、ビール4本飲んだよあなた。<laughs> すっげーみたいな感じなんだけど。受けんだそれ。そうなんだ。超楽しそうだね。超楽しいよ。どのぐらいの頻度でやってんの？えっとね決勝トーナメントになっちゃえば。 準準決勝ぐらいから全部やってる。ウェ準決勝、カンファレンスファイルから、準決勝から全部やってる。あ、そこからは、何試合かんの準決勝だけでも。う4勝先取りだから。あ、そういう感じなんだ。結構、何試合もあるから、そこからもずっと、そこからが地獄。毎朝。毎朝起きて。夜ま夜するから。そうだよね。時間が、なんか1.5倍ぐらいになるみたいな。いやばー。大変なま、楽しいからね。ま、そうだよね。 めちゃくちゃめちゃコミュニティいい感じになってそうだねあそこねえなるほどねえっちょっと変わっちゃうけどさ NBA つながりで言うとさこの間 LA っつよねあエ LA っうんすげえなと思ってそういうことや楽しそうだねやばい初めて初めてアメリカに初めて行ったアメリカっつうのしかもやばいじゃん s t e p u s e n 行ったよねス t e p ん s e n った試合見てえあれはさんか別なの俺なんかさちょっと調べててさなんだっけビビゴジャパンビビゴジャパンっていうあれの あれだろ、スポンサーみたいな。キャンペーンだったあるじゃん、なんかさ、SNS でさ、この試合の招待みたいな。あ、あるね。そんなに普通に一般で応募して、当たっただけなの、俺、普通に。最高でしょ。あ、そうなんビビがってレイカーズのユニフォームのスポンサーなのよ。だから、スポンサーのシートがありますみたいな。席があるである程度いい席がね、毎試合。だから、そこに誰かを、ファンを呼ぼうみたいな。 活動でビビゴジャパンのインスタグラムで、あのー、そんなことを広告を出したの。はいねあのー、ビビゴジャパンって言ってもさあの韓国の冷凍食品の会社だからどんなバスケ好きバスケオタクでもさすがにユニフォームのスポンサー企業まではフォローしないじゃん。うん <laughs> だからもうあそこの中ではバスケファンがほぼいなかったので女友達から教えてもらってあういうクリスレイカス好きだよねこんなキャンペーンやってる」みたいな「あそういういこと応募するわ」って言って <laughs> でもファンには知られたくないからこんな俺があの応募の条件がリール作れることだったんだけどなんか指定の音源で指定のポーズしてリールを作ってくださいみたいな感じだったんだけどいやこれファンに知られたら応募増えるぞと思って最終日まで応募しなくて。<laughs> <laughs> 絶対に俺が行きたいと思って俺が行きたいぞと思って最終 <laughs> 日にあの上げてでそしたらもうマジで多分ね20件ぐらいしか応募なかったの <laughs> 多分全然少なかったの応募がだってそもそもだビビゴジャパンはそうだよね超ランダムだよね。食品メーカーだから,メーカーだからあの全然別にバスケ見に行きたいですみたいな人が全然いなかったわけねアメリカ行ってまでおいようぜひみたいな感じで <laughs> そう たまたま受かったというかあなたになりましたって言って友達一人招待で飛行機とホテルと試合のチケットいい席のチケット全部出ますみたいな食費だけ持ってってくださいみたいなそういうことか2泊3日の弾丸ですみたいな感じで言われたからでも帰りのスケジュールは自分で勝手に調整して遠泊したかったら遠泊してくれていいんでホテルはあのじょ もうスポンサーだから俺ら扱いがねああそとだからなんかレイカーズの横のホテルレイカーズ持ちのホテルがちょっと安く泊まれますみたいなあなたのスポンサー権限なのでみたいな半額で泊まれますみたいなじゃあそこで何泊してもみたいな延泊してしよっかって言ってやばそう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 それで行ったどんぐらい行ったの ?5 日間5日間行って最初の2日間がその ビビゴのやつ追加で延泊してそっちで試合もある程度決めてよかったこの辺の試合を希望しどの辺がいいですかみたいなこの試合みたいなそう言われたからじゃあここでっていうふうに言ってわざとレイカーズがステイプルズで2試合あるとこを狙ったのそうしたら選手移動しないじゃん選手移動しないからもう1試合行った時に選手に会えるかもしれないじゃ 今年の夏選手会ってんよレイカーズの日本に来てたのジャレット・バンダイービーという八村とスタメンを争ってるような選手がいるんだけどその選手とレイカーズのアシスタントコーチレブロのコーチなのその人が日本に来てて。 3日間ぐらい一緒にいたの。マジでそう。で、コース2コースも来たし、毎日来てたし、東京にいた3日間、そいつらは、夜中自差ボケで寝れねえから、しツシってみたいなあいいよみたいな感じで、俺ら夜中開けて、で、もうみんなでちょっとチルして、飲みも行ったりとかして、結構仲良かったなるほど全然連絡も取ったから、そこで会えたらラッキー、飯行けたらラッキー、これもしかしたらレブロン会えんじゃねえとか思って、そのまでとそこのスケジュールにして、で、 NBA ジャパンと申し仕事したからもしよかったらチケットとか取れたりしませんかっていうようなことをちょっと聞いてみてそしたら仕事になりますみたいなお金は出ないけどチケットを用意してメディアとしてレイカーズに取材に行ってくださいみたいなそういうことそうっていう感じだったすげえなとんでもないよとんでもないよねいったん試合どっちもコート入ったもん俺マジで試合前後すごやばいすごかった 1>, やば1試合もコートのど真ん中まで行ってはい、はい、ビビゴの正体だからビビゴが、はい、スポンサーの楽しみみたいな感じで <laughs> コート入って審判と写真撮って試合前に、えー、やばで,でっかいスクリーンに映し出されてクリスってクリスアンディみたいな出て <laughs> すげえみたいなコート入ったぜみたいな言ってたらもう次の試合はもう余裕でコートにもう試合の1時間ぐらい前からコートにいて。うん またコうと行ったぞ俺らみたいなハ<い>ンディやばいぞ俺らみたいな <laughs> もうやばいって選手がずっとアップしてんじゃんみたいな選手のアップを目の前でずっと見てて <laughs> 見、ね、<laughs> あいつも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 いるぞみたいなでなんかその NBA ジャパンのほうが取材だからいろんなロッカールームとかも実は入れて映像は撮れなかったんだかい,い,、はい。選手と,かと全然すれ違ってええー、えやば, <laughs> えーやばーみたいな選手と入ってきたやばい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 みたいな <laughs> でも最高の旅だったねすげえなー、うん、強いねやっぱねだいぶね強運だったねすごいいい経験でしょう、うん、じゃあもうずっとバスケ三昧のもう LB だったのそう,そうもうだってベニスビーチでバスケして2回しちゃった <laughs> 2>, 2回しちゃった, 2, ゃった2日やっちゃった <laughs> ベニスでね2日連続初日と最終日やっちゃった <laughs> そこで挟むみたいなね最終日でもでピックアップゲーム参加しちゃってゴリゴリにやっちゃったゴリゴリ見えちゃったいいねめっちゃ楽しかったホにバスケ以外は全くしてないそうだよねいやでもいいな俺も LA にいたから懐かしいな LA ってさ俺行ってびっくりしたんだけど結構こんなもんかって感じしない俺ダウン さダウンタウンじゃんダウンタウンがさ汚い場所って知らなくてうんうんめ<俺>、うん、ちゃくちゃ汚いのよそう LA ってこんなもんかと思ったの最初 <laughs> えなんかワンブロックに5人ずつホームレスがいるしえなんかすげえウィードの匂いするしえ大丈夫めっちゃゴミとか落ちてるし切ったねみたいな。 時差ボケでさ、うん、朝全然寝れないじゃん。あの5時とかに起きちゃってるから。そうだね。もう全然その生物周りが危ない場所って知らなくて、はいはい、えスキートロとか近いじゃん。近い近い全然朝散歩してた。<laughs> 知らずに知らずに。マジやめんマジじゃん。す <laughs> いよね <laughs> 朝。そのマジであのー、最終日に気づいた。はい。 あ、やばい場所でほら。いや結構あの辺が結構やばいよねでもね。そうそう全然知らなくてうん、うん、もうなんかコービーのさ壁画とかもすげえ危ない場所にあったり、うん歩いて全然行って、うん、イエーイとかやってゆっくらり歩いで <laughs> やばい取引っぽい。 ビルとかあの建物とかあってあこれやばいぞとか言いながら <laughs> LA って本当にすごい街いいと思ってうんすごいなよかったね誰もなけでも,、ね、もくてマジで本当あの、ね、3日間はスキットロー散歩したマジで毎朝5時とか朝時絶対やったよ思 <laughs> ったらやば <laughs> ムチってすごいよね<夢だ> <laughs> 確かに。でもありがたいのは、見た目がさ、まああそうだね。の別に、なんか観光客っぽくないから、荷物も別に持ってないし、確ママでかいしな。そう。でもう一人いたやつも、あのそいつもえっとアメリカとのミックスで、ああ、そうなんだ。そいつは白人のミックスなんだけど、だから、あの全然目立つ感じじゃないのよ。なるほどね。なんか、なんかいるなぐらいな感じで、通れたから多分大丈夫。そうだね。確かに。めっちゃ観光客みたいな感じだったら、多分めっちゃ大丈夫。そう何かしらね、あったと思うけど、全然そこはなく。 よかったね最後ミッドタウン行ってめっちゃ綺麗じゃねみたいな <laughs> すごい綺麗だしすごい綺麗な住宅街だしえみんなこういうとこに住んでんのみたいなでちょっと話が違う広 <laughs> い <laughs> <laughs> ってもしかして綺麗な場所もあんの?」みたいな <laughs> そうだね「だいたいじゃないところの方がき麗いで上の方とかね、うんあのー、そうだね ほぼ好きとろうと思った俺はエルエ全体が終わったと思ってこの街ったねと思ってベニズの方もそんな綺麗ではないからベニズもきれいじゃなかったねあ多分きれじゃないそうだからエルエ全体がこれかと思ってそうだね一番最悪のエリアにいたらそうなんですよねウケんだヤバそっかなるほどねまあ今 今、実際の動きとかについてちょっと聞きたいなと思ってたけどちょっとさっきも話してたポストアップ、ポッドキャスト、これは結構どういう内容がやっぱバスケのことについて語ってる ?NBA とかが多いのかないや、別に NBA に絞りたいわけではなくてバスケにまつわる人を呼びたいなっていう。 あれはなんかバスケに触れてもらう機会がいろんな人にとって増えればいいなと思ってもともとバスケ部だったアーティストとかも呼んでみたいしもうちょっと今予定があるけどそとかまあ逆に監督とかああそのコーチコーチ確かにその方いつやねプロになるやつなんだパスがウマみたいな。 あれもコーチからコーチの一意見、そういう意見でいくつあっても面白いいろんなコーチを呼んで、例えば海外に挑戦させたい、こういうスクールやってますとそういうコーチを呼んで喋ってみるのも面白いだろうし、いろんなバスケにまつわるぐらいな感じでいいかなと、プロ選手を呼んでもいいし、シーズンの話もしてもいいし、全然もう、バスケっていうワードだけがどっかで拾えれば、あとは何でもいいかなと思って、やっていこうと思って。はははいいい 次はね、あの、スラムダンクの音響やってた人をゲストで呼ぶ。おーい。あ,のあれだけ連絡してないけど、うんうん、呼びたいと思ってるから、そいいう,ういうような、その、スラムダンクの映画の裏側とか、めちゃくちゃいいな、それそ。話してみるのも面白いだろうし、そうそうそうでそでの人はもともと、ノーシロってあのなん、全国の競合の、うん、あの、 バスケ部にいただ多分声優だったの初めて NBA 選手日本人 NBA 選手になった人が通ってた高校の後輩なのよねそういうようなカルチャーとかも話できるだろうしいろんなそういう部分とかも聞きたいし逆に今は学生で。うん 挑戦してるやつとかにも聞いてみたいなと思って。ああ、バスケね。そう、確か一本目はそうだったの。今からアメリカ行ってきますっていう学生に、<ー>なんでアメリカに行きたいのどうやって学校を選んだのとか、うそういうような、なんか今、じゃこれから挑戦していきたいこと、1年目行ってみてどうだったみたいな、そういうような話をしていこうかなと思ってる。はいはい、なるほどね。 そうういポッドキャストですどんぐらいの頻度だし月1とか月1ぐらいで上げてるかなちょっとずつ増やしていこうかなと思って2ぐらいで2、3ぐらいやってたら熱いなと思う動画も出てるもんね YouTube も出てるし動画しか出てないあ音だけやってない音だけやってないんだあれそうめんどくさくてそうなんだクソめんどくさくて音だけ撮るのがめんどくさくて 音なかったら iPhone でいけるじゃんまあ確かにそうだねそうだから今とこ音なしああなるね動画だけだただの対談 YouTube ポッドキャストを名乗ってるだけのああ同じようなもんかねそう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 じゃあ YouTube で見れるんだクリスのバスケ日記 YouTube で YouTube でたまにポストアップがポッと上がる上がるみたいな感じさいいねいいねそれも結構楽しそうやなでもじゃあ結構じゃあもうそのバスケその今やっていろんなさコンテンツやってるわけじゃんクリスはねやっぱ このバスケ自体をこ,広めるみたいなここは結構自分としてはミッションとしてでかいみたいなるほどそ,うでそ,うそ,うそのためにやりたい企画も一個あってやりたいとか今やってるんだけど、うん、TikTok バスケ部っていうはははいはいはい t i k t o k かだったら、まあ、ある程度誰でもいいやっていうのでうん、うん、バイブスがいい人だけ集めて緩、うん、い 球技大会それこそ球技大会ぐらいの体育のバスケぐらいをやるっていう男女も混ざるしぐらいな感じでバスケをしようっていう気があってそれじゃあたまにレッドブルさんにサポートをもらってるんだけどっていう感じでそれはどん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 大きくしていきたいし定期開催していきたいない,いいねいいねガチ、えー、バスケの試合やるんだ もうゆるゆるとずるるっと,ゆるゆるとバスケバスの試合をもう3時間ぐらいずっとやってる。<laughs> それでも、t i クト o k の交流の場所でもあるし、初めましてみたいなこととかもいたりとか、テ i クト o k じゃない人もたまに呼んだりするから、あそうなんだ映画そうそう監督とか、チ<ー>チラチラなんかそういうような人だったら、まあ、バイブスが合ればいいかなと思。まあバイブス重要だよね。うん、俺がバイブス会うと思った人は、全員招待して、大体3四40人ぐらい前か来るんだよ。うんえー、すごいな。結構人数で,で、全員に、うん、NBA のユニフォームを着てもらう。 それがコンセプトで、だから NBA のユニォームを着て、バスケをする。みんながカメラマンも着てるから、カメラマンが写真撮ってくれるし、それぞれ TikTok を撮ったりとか、のポスト用の写真を撮ってくれたりするじゃん。ああ、確かに。NBA のユニフォーム着てるじゃん。そのあといろんなジャンルも全然関係ない皆さん呼んでるから、そのあといろんなジャンルの人の投稿に、急にバスケのユニフォームがポッと上がるみたいな、これはなんかバスケ流行ってんじゃないみたいな空気作り。 する上での一番のベース。なんかバスケ流行ってない最近。さっきいろんな人のストーリーで見たんだけどみたいな。えー、そういうような企画としてこれをやっていきたいなとっ、はい。あ、そうなんだ。めちゃくちゃいいじゃん。 いろんな100万人の人がいて全然フォロワー層が違ったらそれぞれに違う100万人にバスケのユニホーム着てその人が映ったりするわけじゃんそうだねあ面白そうだなバスケみたいなちょっと行ってみようその後にちょっとバスケの広告とか出てきたらさあ行ってみようかなってちょっと思ったりするそのきっかけ作りなるほどねやっていこうかなと思ってもう来年の体育館はめちゃ今押さえてるうえ楽しみやねじゃあ俺もちょっと参加させてもらおうぜぜひぜひよろしくお願いしますバスケで俺もねぜひぜひんだけど。 普通に好きだからプレイしたりとかするんで。俺の弟はめちゃくちゃうまいんだけど、普通に。ちょっとぜひ。ぜひ来て。いいね、いいね。それめちゃいいね。これいいよね。いや、もうバスケ盛り上がるしそれは。それ結構ね。別にバーンと盛り上がるっていう空気ではないんだけど。地道にね。地道に地道にっていうので、今度なんか NBA ジャパンさんも取材行きたいわっていう。ええ文で。はいはいはい。そのうち NBA ジャパンの取材も来るし、どの会に来るかわかんないけど。はいはいはい。そんな感じだから。 めっっちゃ楽しみだなと思ていいいいいいねねね動てるですすすさがやでももうそっかじゃあもうそれが来年の来年っていうかまあ今今撮影してるのが23年の終わりなんだけどでもこれ出んのは多分24年だなそうねでもまあそれが今年の24年の結構いろんな動きやったりとかするわけですねそういうことですおえ楽しみだね そっか、うん、なるほどね。うわちょっとマジでありがとう今日はちょっといろいろ、ね、話させてもらったんですけど、うん、皆さんクリスのバスケ日記これは TikTokYouTube インスタも出してるのかなインスタもで出てるんでぜひぜひチェックしてもらって、まあ、NBA 好きだったりとか、まあ、バスケ好きだったりとかね、うん、そういう方はね全員楽しめるコンテンツにな,るとなってると思うのでぜひぜひチェックお願いしたいなと、うん、チェックしてくれたらなと思います。 ありがとうございます。ありがとうございます。ということでまた次回お会いしましょう。peace。ありがとうございます。あざます、えー。ありがとう。